皆さんどうもこんにちは、まおりです。もしかしてお盆ってもう始まってます？あ、てか終わる？あ、そうっすか。まあその中でも弓道も一休みしてちょっとリフレッシュしてる人も多いんじゃないかなと思います。けれど弓も引きたくてうずうずしているけど部活がお休みで弓が引けないなんていう人もいるかと思います。そんな人に今回は自宅でできる胴作りの練習方法っていうのをお伝えしようかなと思います。私のツイッターのアカウント名が今こういう表記にしてるんですけれども、私の胴作りマジで最強なんですよ。私のチャンネルやツイッターでは胴作りの重要性を口酸っぱくも言ってきたわけなんですけども、まだまだ胴作りの重要性が皆さんにこう届いていないなと思うので、今回は胴作りのコツであったりとか、あとイメージ、具体的な練習方法までもう内容濃く今までの全てをこの1本に詰め込みますので、それを今回お届けさせていただこうかなと思います。もしこれができるようになれば、あなたも胴作り大名人のご加護がきっと授かれるでしょう。まずは胴作りの理論的なところから解説して、簡単なイメージを皆さんの頭の中に作ってもらい、最後に練習方法を解説していきます。それでは行ってみよう。まず胴作りがなぜ重要なのかっていうのをざっくりとおさらいですね、していこうかなと思います。簡単な話なんですけれども、弓を引く自分自身を大砲だと思ってください。的中させたいターゲットがあって、それを狙おうとしていますよと。もちろん自分自身は大砲だから、弾を発射するときに砲台の自分自身にこう火薬が爆発した時の衝撃がドーンと走ります。もし砲台の足元がサラサラの砂だったら、どれだけ自分自身が踏ん張っても足場を取られてブレちゃいますよね。足場がずれたら方針もずれて、ターゲットに的中させることはものすごく難しくなると。だからブレない足場、硬くて丈夫で砲台を安定させる土台が必要なんですね。弓道では丹田って言ったりするんですけれども、この丹田がどこにあってどう働いているかが胴作りの質っていうのを大きく左右します。人間に置き換えると、上半身に丹田があるといけません。一番負荷のかかる上半身に重心、丹田があるとふらつきますから、重心、丹田っていうのは下半身にないといけないです。だから下半身を強固にする必要があるんですね。それが胴作りであり、射の根幹になるわけです。ざっくりとおさらいさせてもらって、理論的なことが理解してもらえたところで、ここからは胴作りを強固にしていくポイントっていうのを順を追って解説していきます。私は正面打ち起こしなので、正面打ち起こしの人向けに解説していきますね。しかし斜面打ち起こしの人も活かせる部分があると思うので、斜面打ち起こしの教えを重点に置きながら、参考になる部分は取捨選択して吸収していっていただけたらなと思います。それでは1つ目、お尻をキュッと締める。股関節が前方にこう張り出す感じっていうのを確認してください。この感覚がすごく大事です。お尻をキュッと締めたら、股関節が前方にこう張り出すっていう感覚が出てくると思うので、まずそれを確認してください。2つ目、お尻を締めると両足が内側から外に向けて回転しようとします。膝とかそのあたり集中してもらえればわかるかと思います。この感覚っていうのをまずは確認してください。そして3つ目、それを足裏が床と滑らないように足の親指の付け根で踏ん張ってください。大きな力のポイントはこの3つ、これだけです。3つ目に関しては、小指の付け根がほんの少しこう床から、浮くか浮かないかぐらい親指の付け根で踏ん張ってみてもいいかもしれませんね。ちなみに私は若干小指の付け根っていうのが床から浮いている時があります。お尻を締める感覚であったり、股関節の張りとかよくわからないという人は、足踏みが間違ってる可能性が高いです。足踏みが広すぎるとお尻が締められないし、狭すぎると股関節の張りは出ません。お尻の締めと股関節の張りが同時に感じれる適切な足踏みの広さっていうのを探してください。言語化してみると意外にも簡単だと思います。ポイントっていうのはこの3つぐらいかなと思っているので、それほど難しいことではないかなと思います。でもこれができた程度じゃ、胴作りの完成度はまだまだ 40% ぐらいなんですよ。生まれたての小鹿がやっと立てたくらい、まだまだ軟弱なので、次に自宅でもできる練習方法を解説していきましょう。
練習方法は至って簡単で、準備するものは自分の体一つで十分です。まあ、ゴミ埋めはお好みで持っててもいいかもしれませんけど、基本的に体だけで十分です。あとは自宅にある階段とかちょっとした段差があれば十分です。それでは練習方法なんですけども、一つ、足のつま先から半分を段差に乗せます。かかとが段差の下になるように半分だけ乗せます。そして2つ目、胴作りをします。先ほどの伝えた胴作りのポイントを意識して胴作りをしてもらいます。そして3つ目、胴作りをして落ちないように1分間バランスを取りながら耐えてください。以上です。言ってることは簡単ですけど、これかなりね難しいんですよ。もちろん完璧に静止し続けることはさらに難しいですけど、まあ私は昔できました。ここで大事になるのは自分の重心、丹田がどこにあるのかを理解することなんですね。これが理解できると割とちゃんとバランスを取れるようになります。イメージとしてはカメラの三脚が一番近いかなと思います。三脚って2本足じゃ立てられないわけじゃないですか。必ず重心は3本足の三角形の中にあるわけですよ。人間の体でいうと2本足を結んだ直線上に重心があると前後の負荷に弱くなるので、軒道であったりとかかかり道に流れやすくなるんですよ。ネットとかで調べると足踏みとか胴作りした時の重心は2本足の中心直下にっていう記述があったりするんですけど、私は先ほど言った理由で結構否定派ですね。重心は2本足を結んだ直線上のやや前、10センチから12センチほど前くらいにあるのがいいと思います。そうするとカメラの三脚のイメージに近くなるので、前にも後ろにもそして左右にも強い一本立ちした強固な胴作りが作れます。あとは細かいポイントっていうのをお伝えしていきましょう。先ほどの段差で胴作りする練習法をやってみて、こう前に倒れてしまう人、前に倒れる場合は骨盤が前傾になっている可能性が高いです。骨盤が前傾になると人間の頭、脳って臓器の中で1位2位くらい重いので前に倒れます。なので骨盤はしっかりと立てましょう。イメージとしては骨盤を植木鉢と思っていただいて、背骨は植木鉢となる骨盤が斜めを向いていたら背骨となる植木も斜めに生えますよね。それと同じだと思うので、胴作りをしっかりとした上で骨盤を前傾にならないようにしっかり立ててください。そして骨盤をしっかり立てた植木鉢の上にまっすぐ植木を立てる、背骨を立てるというようなイメージでやってみてください。そして後ろに倒れてしまう場合、この場合はかかと重心の可能性が高いです。イメージは先ほどと一緒で、胴作りに対してしっかりと骨盤を立てて背骨をまっすぐ立てる、先ほどの植木鉢の例と一緒ですね。そして軽く顎を引いてうなじを縦に伸ばしてください。理由はさっきと一緒です。頭が重いからです。うなじというか頭が後ろに傾くだけで体全体のバランス、上半身ですね、主に上半身なんですけども、これのバランスを大きく後ろに傾いてしまうので、骨盤の動き位置に合わせて上半身もバランスよくとってください。植木鉢と植木の関係っていうのを忘れなく、これを意識すると段差の上で胴作りできるようになります。バランスが取れるようになってきたら段差の上で胴作りしながらゴミ埋めを引いても効果的です。倒れた時に怪我しないようにだけこれは十分注意してくださいね。なので一番下の1段目とかそのあたりでやってください。初めのうちはね裸足でやるといいと思います。慣れて重心の感覚とかこう掴んできたら足袋を履いてやってみるのもいいかと思います。結構しんどいと思います。私もねこう久々にやると足回りが筋肉痛になったりします。実際に弓を引いたりすると、私は腕とか肩とかそういったところよりも足回りっていうのが一番筋肉痛になりやすいんですよね。だからそれくらい胴作りを踏ん張ってるっていうことです。ここまでやってやっと胴作りが完成と思いきや、これで完成ではないんですね。今で完成度的には 70% くらいなんですよね。ね、道のりは結構遠いでしょ。だから本当にね胴作りってめちゃくちゃ難しいんですよ。難しいんですけど基礎として本当に大事なので、皆さんまず胴作りをやってみましょう。ここから残りの 30%、 最後の 30% を埋めることは何なのかっていうと、これは呼吸です。出ましたね、このチャンネルでも胴作りに並んで口酸っぱく言ってる呼吸。もうさっきまでの 70% 程度の胴作りなんて練習すれば誰でもできるんですよ。で、呼吸を融合させた胴作りっていうのが本当に難しいんです。もちろん呼吸は胸式、肺で行う呼吸ではなくって腹式呼吸、
なんですね。もうここからはもはや感覚の世界なんですけども、一応私のイメージを伝えておきます。で、多分伝わらないと思うんですけど、一応念のため伝えさせていただきますね。私のイメージでは骨盤がお椀型のボールがあるとして、まあ、お皿でも何でもいいんですけど器があると。で、重心となる丹田が玉で、その丹田の玉が腹式呼吸で息を吐くことによって下がってくる。それを骨盤のボールにこう下ろしてくるっていうイメージなんですよ。いや、もう伝わんないですよね。自分なりのイメージを確立してそれを体現することが大事なんで、皆さんは皆さんの想像しやすいものにこう変換してやってみてください。よくわかんないとは思いますけれども、まずはイメージすることが大事です。なるほど、そんな動きなのかっていうので、捉えていただけたらなと思います。ちなみに胴作りを極めるとこういうゲートもできるようになります。こちらをご覧ください。これはですね、両膝をついた状態で弓を引いています。ちょうど座者で座った姿勢から腰を切って立ち上がる直前の状態ですね。両膝は握り拳1個分だけ隙間を空けています。自分の重心、丹田がどこにあるかを知っていれば、この状態でも弓を引いて的中させることができます。もちろん膝をついている以外は動きを変えていませんし、狙いも変えていません。自分の丹田の位置がわからない状態で膝をついて弓を引くと矢に勢いがなくなります。そもそも的中させることが難しいと思います。ちゃんと丹田を働かせてそれに沿った射ができれば普通にいい射ができます。私は胴作りが崩れてるなって感じたら、こうやって引いて胴作りをよく見直していました。ただし、この方法はあんまりおすすめしません、危険防止の観点でね。こんなこともできるようになるよくらいに留めておいてください。やりたい人はもう自己責任で、もう安全に十分注意してやってください。もう忠告はしましたので、いかがだったでしょうか。最後の呼吸を合わせた胴作りがここまでできれば、あなたも胴作り不動大明神様のご加護が授かれると思います。どこかの弓道場で私とお会いすることがあれば、全然声かけてもらって構わないので、私の胴作りの強靭さをね、確かめに来てください。私は弓と禅の練習会に多く参加すると思うので、その時にでも声をかけてくれたらなと思います。もちろん時間が空いていれば練習終わりとかでも結構ですので、ぜひ皆さん声をかけてください。やっぱりね、私も含めて皆さんいろんな射壁を抱えていると思いますけれども、胴作りができていないと解決しない問題もいっぱいあるんですよ。離れが悪いだとか、ユンデが悪いとか、いろいろ小手先の技術に注目しがちですけれども、実は胴作りができていなかったからだったとか、めちゃくちゃそういうのあるんですよね。なので、あれやこれや悩む前に、まずは胴作りを見直してください。あとは胴作りできなくても的中率高い人っていうのは、これはもう天才だけです。私も含めて大多数の人は天才じゃないので、小手先の技術ばっかりかき集めて上手くなろうとはせずに、まずは足元から固めていきましょう。今回の動画も皆さんの参考になれば幸いでございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。